では行きましょうか。ウータイに出発する時間だ。準備はできたか。準備はできた。できた。オッケーだ。行こう行こう。私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。上向きすぎ。ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか。叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。はっ。ちなみにこのね、ウータイっていうところは、あの、私の大好きなイフィーちゃんがお住まいのマップでございます。ミッドカルとウータイがね、戦争をしてるっていうお話。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待て。なんだよバカリンゴって。わあ、グラフィック綺麗。行きます。アクティベイティングコンバットモード。敵から逃走する。エリア外に向かって走れば逃走することができます。はーい。そんなもん必要ないんじゃ、この野郎。ないしょ。コンバットリゾルト。アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称、バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。いいね、ザックスとアンジールのこの関係性、良い。そうだね、ダブル何事も知っておいて損はないよね、わら。最高です。間もなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ。俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して。で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。
使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。アンジールが感情の高まり、ストーリーを進めるとザックスの各キャラクターへの感情が高まり、DMW に影響を及ぼすことがあります。感情が高まっている状態はそのキャラクターの絵柄でリーチ状態になる確率がアップします。だって、はい、ここを通すわけにはいかない。敵は一人だ。自分で迎え撃つぞ。回転切り入れてくればよかった。入ってた。しか。ロックオンね。はい、オッケーです。回転切りどこに入ってくる？熱。出てる。ほう。オッケー。オッケー。潜入できたか。楽勝。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。部隊軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。モンスター。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れて部隊兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。ハンブリントリデ攻略戦。ハンブリントリデに潜入し、できるだけ多くの部隊兵を倒しましょう。倒した敵が多いほどソルジャーとしての評価が上がります。部隊兵は回転壁や高台など様々な場所に潜伏しているので、見逃さないようくまなく探索しましょう。はい、の前にブリザードよりもね、ハンダーにしておこうかな。アクティベイティングコンバットモード。ブリザードな気がするブリザードな気がするな。ロックオン中にほら氷ってついてるもん今。ほら外したばっかだって今。お前この野郎。コンフリクトリゾルト。よっしゃ。待ってよ待ってよ、今外したじゃん。ブリーダーだね。分かった分かった。こっちだ。撃て撃て。MP とかが回復しないからちょっと怖いね。基本殴りながら使うのがいいのかな。何も入ってない。そうでしょうよ。よし、おしまい。回転しそう。よいしょ。あ、エーテル拾えてる。2個しかないのに使うの？やだ、僕貧乏症なんだ。アンジールと一緒。あそこだ。いいね。箱ハイポーション。あれ？どっから来たっけ今。どっから来たっけ。で、マップを見ると、ここになんかバッテンついてんだよな。あー、そういうことか。
Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃー！でもレベルが上がらない。こちらもしもーし。砦のあちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。ああ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。ヤグラもか。ソルジャー発見。高台の下にいるぞ。そこか。第38タンブリン小隊突撃。Activating combat conflict resolved. おっしゃー！また電話です。はーい、もしもーし。新情報だ。砦内部の2つの高台にも敵兵が潜んでいる。そうか。君たちの位置を知られると厄介だ。残りの高台も頼む。こっちだ！あたたみにつけ！さあ、かかってこい、ソルジャー。我々が相手だ。おや、ここにいたはずだが。逃げ足の速いやつめ。卑怯だ。Activating combat mode. Okay. よっしゃ。なんとしてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。突撃。兵長、突入してきます。ヒルムラ、こっちも突撃だ。貴様ら。結果、宝来のようです。Conflict resolved. おっしゃー！舞台に栄光あれ。よし、これか。 Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃー！これで全部。おーし、倒した。ザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに。大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。オッケー、開けます。お、あそこが砦の中央部。あ、人より修行は苦手。この声、セストで準備しよう。一つ、ふるさとうたい守るため。三つ、醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。うーたい最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、まいったか。シュシュシュ。うおー、いってー。やられたー。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。かわいい。やれやれ、元気のいい子だな。さあ、仕事仕事。では行きましょう。
おお。あらお前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。技の発動を阻止する。敵の中には特別な技を使う者もいます。発動する際、敵は詠唱状態となりスキルパワーゲージを表示が表示されます。その間に敵を攻撃し、ゲージを減らすと技の威力を下げることができます。さらに時間内にゲージを削り切ることができれば技の発動を阻止することもできます。はい、こんな感じで減るってことか。止まらないな。いったー、間違えた。よいしょ。あ、なんかリミットブレイクだっけ。何ボタンだったっけな。 L1？ ん？ R1？ 止まった。よし、何ボタンだったっけね。三角。止まんない。で倒しちゃう。リミットブレイクまだ使えなくない。もう使えるのかな。三角でしょ。うん、使えないね。よしよし、オッケー。よーし、オッケー。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括、見てるか。急げ俺。はっ、おろろろろろろ、急いでるんだって。強い。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。
それよりその件欠けちゃったりしたんじゃないの？金よりもお前の方が大切だ。うー、ほんの少しな。サンキュー。すまない。待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はい。タンブリン取りで攻略任務ご苦労だ。体が硬い。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢、もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。炎の腕は？さあ、急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス？あの英雄の？すげえ、英雄に会えるのか。セフィロス。アクティベイティングコンバットモード。クリティカル。コンフリクトリゾルブ。おっしゃー、ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。わかってるって。セーブポイント、おもむろ、おもむろなセーブポイントをセーブしましょう。いや、もう少し準備。そういえば炎の腕はもらってた。装備の炎ダメージ半減、これは欲しいな。つけましょう。ということで HP アップをつけて待ってろアンジール。行こう。アンジール、アンジール、これってウータイ兵じゃないよな。え？召喚獣？誰が呼んだんだ？イフリートちゃん。アクティベイティングコンバットモード。ガード。待って、あ、僕今ファイアしてる。三角ボタンだっけ、ブリザード。やばーい。わー、これ絶対痛いでしょ。わー、400、半減して400。
死ぬ死ぬやつ。死んだ死んじゃった。あ、死んだわ。待って。今のなし。ちょっとこれずるくない？パーまでは減ったけど、よしよし、だいぶ減った。オッケー、強い。生きてますよ。そうした、ソルジャークラスファースト。同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。